巴の修練場は近くにある。クロードだ、殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持っていけ。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえねえ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追いはぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。誰が相手だ。先生、どうしよう、どうしよう。どうしよう、ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。
その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな、新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて、しかる後離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。アキウドの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな、後をつけた。我らの目的は修練場の破壊。なれど民を犠牲にはできませぬ。その言葉の真意がわからん。アキウドは救ったではないか。民をおとりにするために後をつけたのでは。だったらなんだ。それでは犠牲を増やすのみ。巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやる。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。屈指の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで屈指の民を死なせてたまるか。来い。急げ。暇はない。せいては事を仕損じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。こっちにいます。逃がしてやる。ああダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ。賭けだ。どうしよう。
酒井。お前の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴江と？この女とだ。蒙古と共におる島の女を見たそうでな、野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。このムクロが巴江であったかもしれんぞ。巴江は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです？わしもお主も武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか？だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。つまり野営を見つけたのはランか？さようでございます。酒井。石川先生、これも巴の仕業ですか？蒙古と暴れ回っておるわ。ランという娘が居所を知っておる。行きましょう。
いかにしてランは野営の場所を森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主がランか。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。奴らの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずともよい。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。よし、巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いいや。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で族と連れ立っておる。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを跡継ぎにしたいばかりとあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。高め、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。ムクロが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでない。心得ております。まずはお主から行け。大将！
さ。トモエがおったはず。探せ。先生、巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ、諦めろ。敵です。巴を追え。ここは食い止める。陣だね、石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中言はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えねば。私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか。飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか。
あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いいえ、聞いてなど。そうか。ともあれ、次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよ。ともえは諦めておらん。おそらく北へ向かい猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。血を抜け。やがに撃ち込まれてんげ。
相手だ。ямар нэг юм хорво энд харагдахгүй л байна. Бидний хотоос агнахаар шийдэж сүмөөр хөрсөхгүй шүү. Чи харву? Яасан бэ? Очиж бари. Чи тэр гэж үгүй юу? Тэд энэ нас бүхэн чадхгүй.
Sit them bad. تربش وجه برجلا يقو ترتن باسون نمر تجمري يا سكاي اوي دوشا عندك بلوشيش هني واسعت شخصا Доошо! Тэр энэ хавтал байгаа. Удахгүй өгтөл болно мус самра. Ой, өнөөх их чи хардаа. Ой, өнөөх их чи хардаа. Хаан, тэр хаач юу? Би яаж мэдхүү? Ол тэрний. Тэр тэнд байна уу? Юу маха? Ямар тааш битэн байгаараа. Ахиад учруул. Өгтөл болгоно. Ой, өнөөх их чи хардаа. Утах замыг нь хаа. Ушо, ушо. Затки, ушо, ушо. Let's go!
枯れ果てた。